ほぼほぼ仕上がりましたよ、この通り。こっち忘れてた。こっちもやりますけどね。はい。というような感じでですね、とりあえず内面、遮音シートまでは完成いたしました。はい。ちょっとね、よれてる部分とかもあるんですけれども、まあ、そこはね、プロじゃないものですから、はい、ご容赦いただければというふうに思いますけれども、はい、そういった感じでですね、残るは9を全うですね、貼れば完成というところまでほぼほぼたどり着きました。長かった。いや、すごいな。いってまいります。と、喜びさんでですね、ちょっと試しに入ってみたんですけれども、これね、見てください。もう、どこ見てもね、サンダムって、これ。なんか、サンダム教の修行スペース。ここで一週間、過ごしてください。そして、常にサンダムと唱えるのです。それさすればっていうような感じなんで。 なんか、ちょっとその修行部屋みたいな感じになってきましたけれども、こんなところにいたら本当にサンダム教になっちゃうな。これやばい。はい。というような感じで、とりあえずね、あとは吸音の、マットをね、こう全面に貼るっていうことをすれば、とりあえず一通りの作業が完了いたします。今ね、これこう動画回し出してから約1分経ってるところなんですけど、もう汗がダーッと出てくるぐらいにね、やばい。これは即熱中症だ。はい。っていうような感じになっております。本当にね、世の中の大工さんってすごいなって。ね、私のこれアドバイスをしてくれた私の友人もね、社長さんなんですけれども、はい、こんなこと毎日のアリバイとしてやってるっていうような方、本当に頭が上がらねえ。これ趣味でやってるもんだからね、まだいいんですけれども、まあ、そういった形でね、はい、世の中の大工さんに乾杯。 まだ残業ちょっと残ってますけれども、はい、頑張っていきます。まあ、何しろね、吸音のスポンジの方が、今まだ、水に濡らした状態になっておりますのでね、そちらの方が乾いてからじゃないといけませんので、多分、早くても明日ぐらいのね、作業再開になるんじゃないかというふうに思います。まあ、今日はいい仕事した。ねこう、素晴らしい出来栄えだ。ね、自画自賛しちゃいますよ、本当に。っていうような感じでね、また明日に備えて頑張っていきたい。ゆっくり体を休めていきたいというふうに思います。はい。今からですね、ここの場所ですね、今両面テープが貼ってある場所にですね、1枚貼っていきます。で、スポンジの方にもね、四隅に両面テープをつけてということでですね、今からこちらを固定していく形になります。こんな感じですね。っていうような感じでね、どんどん貼れていく流れになってきます。引き続きやっていきましょう。イメージね、こんな感じになりました。奥行きの方がね、ほぼほぼ貼り終わった形になりますけれども、はい、こんな感じでですね、残りの面を貼っていく、天井も含めてね、やっていく形になります。ちょっとライトがね、眩しすぎてっていうか、光量の関係でね、大変見にくいんですけれども、このように天井のですね、筋が、背骨が張ることができました。はい。ご覧ください。完成いたしました。
なんかやばいな、こう、微妙に無駄にクオリティが高いというか、なんかね、いい仕上がりですよね。なんかいい仕事したな、これ。やば。これ、どれぐらいね、音の差が出るんだろう。ちょっといろいろ試してみよう。We are the champion, my friends. もう、どこ見てもね、サンダムって。一週間くらいね、ここに入り込んで、ボーンするぞ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 、とか言ってね、悟りの境地にもね、開かなきゃいけないかもしれないな、というふうに思います。はい。ということでですね、長きにわたって、作成し続けた、防音ブースですね、とうとうこれで、完了ということになります。これからね、どんどんフィロソフィアバンドはね、こちらの中で、レコーディングをしていくことになりますけれども、はい、かなりね、ただね、これやってて気持ちいいんですけれども、大変ね、やっぱり外から見てると、すごいシュールな光景になるんじゃないかなというふうに思いますのでね、レコーディングシーンに関しましては、ほとんどね、公開することが、恥ずかしくてできないというような状態になってまいります。という感じでね、社長と専務に最終チェックの方をしていただいておりますけれども、はい、もしね、こう、自宅の押し入れの中に防音ブースを作りたいということでしたらね、こちらのご参考になればというふうに思います。またね、コメントなどで、施工方法に関してね、ご質問がありましたらいつでも受付させていただきますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。